はい、今15時ぐらいですね。かなり久々の釣りになるんですけど、ちょっと外房がしばらくね、雨とかね、風とかで海が荒れてるんで、今日も内房に来ました。初めてちっちゃいヒラメを釣ったサーフです。まあここはなんていうかな、まあネットで調べてもそんなに実績の高い場所ではないっぽいんですけどね。まあここはいつ来てもなんか海が穏やかなんで釣りしやすいっていうので選びました。まあ一匹釣ってるんだね、ちっちゃいけど。でベーダーもね初めて買って、今その初めてのウェーダーの感触を確かめつつ、なんか染みてきそうで怖いですけどね。なんか、まあ、最初に投げるのはぶっ飛びくんミディアム、これから投げます。なんか久しぶりだからキャストの感覚もちょっと取り戻さないとですね。はい、ルアー変えました。今日はね久しぶりってことで新しいルアーも持ってきましたね。これはサイレントアサシン 120F です。120F のフラッシュブースト。まあなんでこれを買ったかというと、まあ一つはね、3本フック3つっていうのが俺はあんまり好きじゃなくて、でまあ他のねいろいろサーフでも使えそうなミノーとか探してたんだけど、まあ、大体高くてもういかんせん高いんですよ。でこれがね割とまあ多分人気がないカラーなんでしょうね。これがたまたま2000円以内で買えたんでこれにしました。深い意味はないですね。重さは 19g、飛びますね、やっぱ。いろいろ調べてはいたんだけど、もう高いんですよ、どれもこれも。もう2500円ぐらいのがもう普通みたいな。ジャンプライズのね、ローディーとか結構欲しかったんだけど、まあ高い上に売り切れで売ってないっていうね。この紫カラーだけがねこの紫カラーだけがそのアマゾンで在庫も多かったし一番安かったっていう。どんだけ人気ないんだっていう。500m、 いやもっとだな、600、700m ぐらいは移動してきましたけど、投げつつ。お、食った？ゴミ？いや。いや、今のバイトでしょう。まあ、ちっちゃい、サイズはでかくないけど、うわ完全に
完全にぼーっとしてた。ひどいわ。うわー、ちょい乗りしたけど。やった、ヒラメだ。ちっちゃい。ちっちゃいけど嬉しいよ、俺は。やっぱこのサーフ、このサイズ釣れるじゃん。まあ、このサイズしか釣れないかもしれない。サイレントアサシン 120F フラッシュブースト。あ、もう前回釣ったやつとほぼ同サイズ。この場所で2バイトってことはなんかね、そういう魚が居つきやすい場所なのかもしれないです。はい、やりました。でもこのほぼ体半分ぐらいのルアーに食らいつくもんだね、ヒラメって。いや嬉しいよ、ヒラメちゃん。この富士山を目の前に。よいしょ、行ったかな。全然見えない。はい、ちょっと帰る前にこの人気の突堤に来てみました。まあ、さっきちょっと小雨がパラついたんで、その時に釣り人がだいぶ帰ったみたいですね。なんか反応あるかな。